こんばんは。リターンサーフ、ヒデの波乗りラジオ。全国のリターンサーファーにお届けする波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想を、そこに一言付け加えて、いつも大体10分ぐらいでお届けしますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。いや、今日はですね、驚き、アベマ TV に取り上げられましたっていうね、話でね。いやですね、どこから話せばいいかね、ちょっとね、悩むところなんですけども、実はね、一つのツイッターがね、バズったようなんですね。そうなんですよ。昨日の LINE では少しだけ、触りましたけども、テレビって本当に取り上げられるのって問題あるじゃないですか。で、内心は本当にドキドキしてたんですけどね。テレビってそういうところあると思うんですね。そう、取材はしたけど、時間の都合で大幅カットとかね、カットならまだしもディレクターにダメ出しされて使われないとかね、そういう話よく聞きます。でもね、ちゃんと報道してくれました。嬉しい。しかもね、ツイッターの場合と反応が全く違う。いやー、これね、取材を受けて本当に良かったですね。後半はね、ちょっと時系列的にちょっとお話ししますのでね、聞いていただけたらすっごい嬉しいです。これめちゃくちゃね、自分的に興奮してるね、内容なのでね、よろしくお願いいたします。というところで、まずは全国の内情報からですけども、東の海上にある高気圧からのうねりは続いています。台風が上陸し、そのうねりは強まっていましたね。日本海側は台風のうねりが入ってました。太平洋側は東からのうねりと台風からのうねりでサイズが上がりすぎるエリアが多く、ほぼクローズですね。風も全国的に台風からの風が強くなっていました。結構天候不安定ですよね。晴れてる、雨降ったりみたいな、ね、そんなこと繰り返しましたね、今日ね。まあ昨日もそうでしたけど。明日の波予想、明日はですね、東の海上にある高気圧からのうねりは続きます。台風が本州を横断しますので、そのうねりは強いままかと思います。日本海側はその台風のうねりが入ってサイズをさらに上げそうです。太平洋側もその台風からのうねりをもろに受けるので、ほぼクローズではないかと思います。海には近づかない方が無難かと思います。風も全体的にですね、台風からの風が強く吹いてしまいます。というところで、台風速報14号は本州の日本海側の沿岸に沿って北上していく感じなんですね。で、そのままね、本州を横断し、夜中には明日の夜中ですね、東の海上に抜ける予報です。はい、天候はとてもね、不安定なので、突然の突風とかね、雷、雷雨ね、雷雨と雷は同じか？大雨って言えばいいのかな？そうですね、大雨ですね。には注意してください。まあでも明日まではね、本当に注意、明日いっぱいはね、本当に注意が必要ですね。まあ、あさってもね、波が高い状態が続くので、十分注意しましょう。というところで、明日のデモドリサーファーはエンジョイレベルは星一つにしました。海に入らない方がいいですね。風は全国的に台風の影響で強めに吹いてしまいます。通り過ぎたエリアでもまだ強めに吹くので、注意しましょう。波も台風からのうねりが強まり、ほぼクローズです。収まるまで待ちましょう。というところで、今日の一言なんですけども、時系列的にお話しさせてください。いや、お話ししたい。実はね、ツイッターでバズったんですが、そのツイッター、炎上的にね、バズったんですね。なぜなら、そのツイッターを使わせてくださいってダイレクトメールをいただいたんですね。そう、そこからが始まりなんですけども。そう。それが、調べっていうところなんですね。ここでね、悪意のある書き込みにより炎上。まあ、炎上というレベルかわかんないですけど、それにより、はじめはね、すべての書き込みに対して返答していたんですけども、サーファーが悪的な書き込みのね、ジャブ連発により、そう、がっつり凹むっていうね。がっつり凹みましたね。途中から気がついたんですけど、すべての方がね、結果論なんですよね。それがね、ちょっとね、まあ残念というかね、感じはありました。結果論。結果が分かっているんだから、答えが出てから見返したら、そりゃサーファーが悪いんじゃんってね、なる。のかもしれないですね。自分もそれを知っていたら、このようなツイートはしてない
かもしれないですね。ツイートは調べの記事に載っかってますので、そちらを見ていただければと思います。そんな時にまたダイレクトメールが来たんですね。それがまさかのアベマ TV からですね。そうなんですよ。高額料金設定のパーキングの謎に迫りたく考えており、賛否を呼んだツイートをぜひ番組取り上げさせてくださいと。驚きましたが、この話が来た時ね、断ろうかと思ったんですね、初めはね。そう、なぜなら、さらに傷口が広がると思ったから、マジで凹みましたからね。それでもね、せっかくの出演、ね、まあ、ズームの録画ですけども、してみたいという興味もあってね、出演を受けることにしました。炎上するのはどこまで炎上するかも、ね、するかね、ちょっとね、見てみたいっていうね、ところもちょっとだけ、ありました。うん。まあ、自分レベルがね、炎上しても一瞬で忘れられるのが、この世の中ですよね。そう、そういう思いもあって取材を受けたんですね。で、早速翌日の自分の都合に合わせて、ズーム取材を20分程度、この取材を受けさせて、そう、受けただけでね、実はね、満足してしまったんですね。そう、ツイッターのアンチコメね。ツイッターのアンチコメント。こちらはね、裏腹にね、対等な目線で物事をね、取材しようという姿勢を伺えて、素直に思ってたことをね、伝えることができたんですね。うん、これね、ちょっと少し驚きましたね。今の自分のメンタル的にも悪口を言って終了。このようなね、のような可能性も十分にあったのですが、このね、マネージャーの引き出し方っていうのはね、大変うまかったですね。もちろん、そうは言ったものの、放送されたら全く違うっていうのもね、よくあるので、本当にドキドキでした。でも、結果的にね、放送を見たんですけども、千原ジュニアさんとかね、納得できる回答をくれました。いやね、サーファーの目線、からのね、発言がね、ここまで発展するとはね、ちょっとね、思っていなかったんですけどね。いやでもね、ほんとね、とてもいい意見を、やっぱこうだよね、こうだよねっていう意見をね、言ってくれたのでね、その メディアの方たちですよね、ジュニアさんとか、大島さんとかいたかな。すごくね、自分的にはね、嬉しかったですね。あれだけのアンチコメントをいただく中ね、放送して、そう、負けずに放送して、その結果があったっていうのはね、嬉しかったですね。いや、ほんとね、世の中何があるかわかりませんね。ぜひね、こちらの方をね、見ていただいて、そのね、ご意見とかいただけたら嬉しいです。ね、あなたはね、どちらが正しいと思いますかっていうことね、ご意見お待ちしてます。アベマ TV のね、無料配信ってね、あと5日やってますので、はい、14分16秒からね、そこら辺から、だいたい何分くらいだったかな ?10 分くらいかな放送してますのでね、ぜひ確認してみてくださいね。というところでね、また明日海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。